冷静じゃなくて弱ってる時っていうのは誰かに助けてもらいたいから、その何かこう自分に都合のいいリーダー、救世主を求めがちなんですね。そうすると自分から騙されに行きやすくなっちゃうので。はい、おはようございます。早稲田メンタルクリニックの院長増田祐介です。今日は信頼できる人、できない人をテーマにお話ししようと思います。よくですね、外来ではですね、まあこの人って信頼していいんですかとか、こういう人で信頼した私がバカでしたとか、よく話題になる、出てくるんですけど、じゃあどういう人を信頼したらいいんでしょうかとか、こういう人が来たら信頼しちゃいけませんとかありますかと聞かれますね。で、聞かれるので、まあその場その場でですね、患者さんに応じて、まあこういうポイントかもねと、あなたはこういうとこ弱いから、こういうことされたら多分騙されるよねとか言うんですけど、大体ですね、聞き流されます聞き流されるんですけど、まあ僕はその場その場でちょっと本当に考えてですね言うんですけど、まああんまり聞き流されちゃうこと多いですね。で、信頼できる人、できない人を見分けられない人ってどうしてかっていうとですね、大体もう分かってて、答えは自分から騙されに行く人が多いんですよね。いや、それ絶対そこに行っちゃダメでしょ。だって周りの人がそこに行っていいとか、その人信頼していいって言ったとか、誰かに聞いてみたって言ったら、言うと、いやいや、そうですね、いや家族も友達もみんな止めるんですよとか言うんですよ。だから僕に聞くまでもないんだよね。そもそも絶対その人は信頼しちゃいけないし、その人がもし恋人だったら早く別れた方がいいんだよ。だってみんな別れよって、別れた方がいいって周りはもう言ってるわけだから。だけどなかなか本人はそういかないと、わけですね。で、一応ですね、今回改めて信頼できる人、できない人を語ることでですね、まあちょっと客観的に、まあ考えてもらえたらなと思ったので、動画にしてみました。はい。で、動画を撮るにあたってですね、どういう本を参考にしたかというとですね、開業医の勉強会とかで出てきた本で、すごく勉強になったなと思った本なんですけど、このリーダーになるっていう本ですね、ウォレン・ベニスさんって人が出してる本です。で、この本はから、まあ信頼できる人っていうので、リーダーの条件っていうところから持ってきました、この5項目をね。で、あとはなんかこういう普通の自己啓発本みたいなやつですね、あとは説得の心理技術っていうダイレクト出版ってところが出してるですね、まあ怪しいその洗脳の本なんですけど、まあそれを持ってきて読みました。で、これなんで僕が読んでるかっていうとですね、YouTube やるにあたって、大体ですね、ほとんどの YouTuber、若いビジネス系の YouTuber は、大体こういう本を読んでるんですよ。説得系の本を読んでいて、某有名なYouTuber、大体そうですよ。あんまり名前出すとあれですけど、そういう人たちはこのテクニック使ってるなと思いながら僕見てるんですね。で、こうやったら伸びるんだとか思いながら見てますけど、それを悪用しようとは思ってないですけれど、多分その、若いね、YouTuber の人たちは、その悪用しよう、まあ悪用というか、まあ別に動画を見てもらうためにこういうテクニックを使ってるんだと思いますけど、まあやってるという形ですね。で、これがまあ YouTube とかテレビ上であればまあね、いいんですけど、これが身近にいた場合は本当にこう自分騙されちゃいますから、気をつけた方がいいよという話でございます。はい。では、本題に移りますね。で、信頼できる人っていうのはどういう人かというと、まあ本によるとですね、まあ、指針とかビジョンを持ってる人、リーダーってことですね。なんかこういう生きることに、まあ、芯が通ってるってことですね。で、情熱がある。だから自分の生活、何か打ち込んでるものがあって、誠実な人ですね。まあ自分を知っていて、率直で、成熟があると。で、もうすでに周囲から信頼されてる人です。だから、新しく01から見つけようとも大変なので、まあある程度信頼されてる人を選んだ方がいいですね。あと、好奇心とか勇気があるっていうのが、まあ、信頼できるし、いいリーダーなんじゃないかなと思います。はい。まあ、
詳しくは本にも載ってますけど、まあ、今回の、あの、今回、この動画のその内容からはちょっと外れるので、ちょっと脱線しちゃうので、この一個一個を追うことはしないですけど、まあ、あの、なんとなくわかりますよね。信頼できる人とこんなもんかなと思うと思います。僕もこの5項目とか、まあ、いろいろよく思いながら自分の信頼される人間だろうと思ってですね、努力してますね。だから指針とかビジョンについては YouTube だったら、まあ、毎日やるとか、その病気の説明をしっかりするとか、治療に関係あることをしっかりするっていうことですよね。で、情熱はそこに対して精神医学に対して、持つということです。で、誠実ですね。だから、まあ、僕は、まあ、自分がいかに頭が悪いかという、まあ、知ってるというか思い知らされているので、自分より優秀なドクターとか結構見てきちゃったので、まあ、そういう意味では自分を知ってるかなと思いますね。信頼されてるかどうかっていうと、まあ、そこそこは信頼されてるって感じですね。はい。で、好奇心と勇気っていう意味では、まあ、ありますよね。好奇心はありますよね。勇気も、勇気というか、まあね、怖いもの知らずというか、YouTube やったりとかしてるので、まあ、好奇心とか勇気はあるのかなと思います。はい。自分の話は終わります。はい。で、じゃあ、信頼できない人っていうのはどういう人かっていうと、まずですね、困ってる時に近づいてくる人ですね。まず、あの、これは困ってる時って、その、助けを出そうと思って近づいてくる人いるんですけど、本当に信頼できない人っていうのは、もっと近づいてきますね。だから、あの、すごく近づきます。それは下心がないと近づかないところまで入ってくるので、親とかじゃないんだから、近づかないですね、普通は。で、友達であっても、やっぱりこう、入ってくる時っていうのは、何かしらの問題が起きる前兆になりますね。だから助けてあげたいって思いがあっても、結局その自分ができることって決まってるので、ここにより、ありますけど、だからできることできないことってあるので、それが分からずに近づいてくるので、まあ後々トラブルになっちゃったりしますね。だから友達を失いかねないという感じです。で、次に、都合のいい答えを言ってくれる人ですね。だから、自分にとって困ってる時に、傷口に塩を塗るとか傷口を広げてくるようなこと言わないでとかありますけど、でもね、親なんだからこういう悲しんでる時は言わないでよとかね、親なんだから辛い時に傷口を広げるような真似しないでよとか言ったことありませんか？そういうことね。僕はありますよ。僕もありますけど、ついつい言いたくなるけれど、そういう人もんなんですよ。だから信頼できる人っていうのは傷口をある部分広げてくるようなこと言ってくるので、でもそれがまあなんていうのかな、信頼できる人の特のポイントであり、逆に傷口を広げてこないようなタイプの人は信頼しちゃダメですよね。で、その損はしますよとか早口だとか、損はしますよとか、そういうテクニックを使うと、人って信頼しやすくなるんですよね。で、早く決めないととか、この人が言ってること正しいかなとか。あと、早口ですよね。早口だと、早くてバーッと言われちゃうと、その、自分の思考ができなくなってきて、相手に、こう、イエスと言いやすくなっちゃうんですよね。だから、まあ、これをテクニックとしてやってるときは、すごく気をつけた方がいいし、まあ、もともと早口の人だったら、まあ、ちょっと多めに見てほしいというか、僕が早口なんで、思います。はい。で、あとはですね、なんかこう、悪い人ほど信用したくなるっていうのが人間あるみたいで、悪い人だから逆に裏の道を知っていて、すごいいろんなことできるんじゃないかみたいな、逆パターンみたいな形で信頼してしまうパターンもありますね。で、自分だけはこの悪い人だから絶対自分を騙されるに決まってんのに、自分だけは騙されない。自分だけは助けてくれるんじゃないか。で、何かこういうフィクションを作りがちですね。なぜなら自分は可愛いからとか、なぜなら自分は優秀だからとか、なんかまあ理屈をつけて、なんかその悪い人は自分だけは騙さないと思いたくなるみたいですけど、まあそんなことはないということですね。あとは、その騙されに行きやすい特徴として、まあ人間、バイアスみたいなものがあるので、それを、3つ紹介しようかなと思います。まずハロー効果ってやつですね。一つの能力が、突出していた場合、他の能力も高く見えるってことですね。だから、
営業マンとしてすごいこうセールストークが上手い人、営業力がある人が、他のこともすごい詳しい、科学のこと詳しいとか、税金対策のことも詳しいとか思うんだけど、実はそうじゃなくて、もう一点特化型だったりするので、人間ってそんな優秀な人いないんで、大体みんな同じぐらいの能力を、ある程度分散させてるわけなので、一点特化型の場合は他の能力はほぼ低いですね、間違いなく。で、他のことを鍛える暇がなかったりするので、低かったりするんだけれど、一つの能力が高いと全部が高いように見えてしまうっていう形があります。これは騙されないようにしなきゃいけない。時々いますよ、全部できる人って時々いるんですけど、基本的にはみんな同じ能力ですね。で、単純接触回数が多い、何度も会ってるとその人を信頼しやすくなってしまうので、注意が必要だよということですね。あと身内バイアスですね。自分に身近な人だととか、自分と同じような価値観を持っている人だと信頼しやすくなっちゃうので、これも注意が必要だということですね。だから同じような意見の人で集まっちゃって、なんかトラブルが多くなっちゃうというパターンもあるのかなと思います。で、結局ですね、信頼できない人っていうのは、その普段の冷静な時だったら分かるわけですよ。だけど、冷静じゃなくて弱ってる時っていうのは、誰かに助けてもらいたいから、その何かこう自分に都合のいいリーダー、救世主を求めがちなんですね。そうすると自分から騙されに行きやすくなっちゃうので、高額なサプリとかね、買っちゃったりもするので、ダメだし、で、相手にそういうつもりがなくても、こちらから騙されに行って、で、相手に信じたのにとかね、言ってトラブルに喧嘩になっちゃったりすることもあって、で、相手も困るみたいなこともあったりするので、まあ基本的には、まあ調子が悪い時は、まあ信頼できる人っていうことを探すとか、そういうのは難しかったりしますね。だから、まあ、っていうことかな。はい。ということで、今回は信頼できる人、できない人をテーマに、まあこういう、対比しながらですね、特徴を述べました。では以上でこの動画があります。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、グッドボタン及びチャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。毎日10分のショートレクチャーでメンタルについて学びましょう。明日も見てください。ではまた。